窓をロックしたけど、解除コードは簡単。いや、わからんって。あ、そっから入れる。うわー、気持ち悪い。めっちゃ気持ち悪いやん。あそこを登っ、あ、ここから順番に登っていけばいいんか。え、なんか出てきそうな感じがする。え？いや、なんもおらん。なんかせっかくさ、ま、暗いけど、雰囲気的には、なんかね、ロボットたちがおって、平和っぽい感じの街にようやく来たと思っ、うわぁ、そこにおる。ようやく来たと思ったのにさ、またなんかすごい不気味な場所に来さされたんやけど、上に行くんよね、これ。なくなって。ひー。動きが活発になってきたぞ。上に登ってきた。ちょっと待って。あっちひー。やめて。どこに行けばいい？ここ登れる。ついてくんなって。はぁ、あ。弾け飛んだ、なんかあいつ弾け飛んだんやけど。で、次は？そこの上らへんかな、行くの。よいしょ。あっち側行ける？いや、行けんぞ。ま、あの一番低いとこから飛ばんといかん感じかな。いややん、絶対来るやん、ほら。これぐらいの高さやったら来るもん。ここには、来んなって。この辺まで来たらもう来んやろ。えぇ、なんか、大丈夫？振り向きたくないけど。おらん、大丈夫や。上は？おらんな。でもなんかね、よくわからんところから湧いてくるけんね、あいつら。めっちゃおるー。え、なんか動いてそうな音が聞こえた。大丈夫？うわー、こっち側やん。え、あ、でもあれ、閉じ込められとる？あ、よかったよかった。急激に開いたりせんよね。え、でもなんかあそこにさ、転がっとるドラム缶あるってことは、なんかあそこ使いそうな感じするな。そっから行かんといかんのやないん。え、待って、嫌なんですけど。めっちゃ普通に嫌なんですけど。上に行くんやろ？こっち側は何もおらんな。でもどっか行けそうなとことかもないし。やっぱここ？ちょっと待って、外側からちょっとよく、あそこか？え？あそこ登っていく感じ？え、でもあそこ行ったところで、どこに行くん？そっから。え？行くとこなくない？なんか行くとこある？え？全然わからんねえけど。でも多分、意味もなくこういうのはないと思うよね。にゃー。ちょ、待って。いやー、ちょっと待ってくれ。待ってって。ちょ、もうちょっとさ、早く移動できん、君。いい、ついてくんなって。え、なにこれ、しばらく動きよったらなんか破裂する、あいつら。大丈夫？キモい。え、これ結局入ってきとるやん。いい！待って！やめて！来ないで！あはは、無理。無理ー。とりあえず、一旦ここ開け放して、はい、開け放します。開け放しまし、来よるんやないん、やめてや、もう。はい、なんか足元来てる。でも、こっち側におらんくなったけん。閉めろ。へへーん。あっちにおる。なるほどね。ま、絶対にちゃんとこうやって、安全に、できるんよね。確実に。そういう方法がちゃんとあるんよね。ふぅ。で、これでどうしたらいいんやろ。え？これで？
いや、これこっちに戻ってきただけやけど。オルシーした。待って、どうしたらいいこれで。え、違うんかな。うん、いけ、あ、上、え、上いける？でも、ボタンのマーク出んのやけど、上に飛べそうな感じはないな。ん？わからねえ。待って待って待って。こっちに出してくるんかな？転がして。でもこっちに出してきたとして、どこで使える？あ、そこか。そこか。あの鉄骨に使うんやない？ってことは、なるほどね。あっちにみんなを追いやっといて、転がしてきます。んで、転がして、こっちに出てきて、はい、こっち出てきて、そこに登る！なるほど、なるほど。そういうことや。よっ。うわぁ、おる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 。待って。ここで、一回読んどくか。怖い怖い、早い。思っとった以上にめっちゃ早かった。キモい、キモい、キモい。よっ、どの高さまでなら来るん、君ら。めっちゃゾッとするんやけど。ここ、まだ一番上じゃないね。でも、ここは、あのネズミくんらおらん、ね。これなんかするスイッチやな。いいよ。なんか、動き出した。リフト？待って、降りてきたって。早い。待って。早い。待って。リフトってどこ？来た。あ、そういうこと、そういうこと。なるほどね。すぐに行けるわけじゃなくて、時間経過で行けるようになるって。ちょ、早押してくれる？マジ、早押してくれ。ああ！来んなよ。お前らマジ来んなよ。中入ってくんなよ。なんかめっちゃ捕まっとんやけど。網の外側、やめてや。キモい。うわ。めっちゃポロポロ落ちてきよるやん。うわ。やだわー。もうおらんなった？これで一番上か。はぁ、やっと来たー。何しに来たんかちょっとよくわからんねえけど。何しに来たんやっけ。あ、なんか、あれか。スラム全体になんか放送するみたいな。え？何？ガチャ。開けろよ。え？開けて？え？あ、え？開けてくれる？外から行かんといかんのか。おらんね。別に特に何も。おらんね。ここです。トランシーバーをこのアンテナに置いてください。これ？トランシーバー。おー、貼り付いた。これで、スラム全体に放送される？だいぶみんながおるとこから遠くに来たんかな？なんか勝手に進んでいきよる。見てください。美しい景色です。思い出しました。街。それはシェルターのことでした。全然美しい風景かどうかわからんけど。街めっちゃ遠く見えるけど。星のように見える光は、街を封鎖するための金属製の屋根なのです。
人間は自分たちをアウトサイドから守るためにシェルを作りました。あ、人間が守ってくれよったんや。しかし、犠牲も大きいものでした。誰も脱出できなくなったのですから。入れたけど出れんなったってことね。でもってそのシェルターの中で敵がめちゃくちゃ増殖していきよりやん。アウトサイドは大惨事でした。植物は育たず、人も住めず、危険なだけの場です。でももし、あなたがそこから来たのでしたら、また安全な場所になったのでしょうか。まあ、猫たちが過ごしよったとこはすごい平和そうな感じやったよね。私の約束は、アウトサイドへ行くだけではありません。行って、町を解放する約束もしたのです。誰と？なぜ一部の記憶だけが蘇り、他は思い出せないのか、理由はまだわかりません。でも、これだけは確かです。私は町を解放する約束をしたのです。よし。戻ってモモを探しましょう。トランスミッターには接続されています。助けを求められるはずです。モモを探すって、さっきと同じ場所におるんかな？あ、解放された。あの白かったところがなんか、今解放されたんやね。あ、これで一気に戻っていける？ふぅ。またあの平和な街に戻りたいよ。見た目はね、無骨な感じやけど。帰ってきた！どこの建物これ？お、スラム、パート2。これは、モモの家か？あ、モモの家やね。この絵で覚えとるやつ。あれ、なんか暗くなった？おらんやん、もう、何？見てください、メモがあります。小さなアウトサイダーさん。もし君がこれを読んでいるなら、君はまだ生きてるということだね。やったね。ついさっき別れたばっかりやのに、なんかもう、死んだことにされよる。僕はバーに行って、ある装置を使い、アンテナの感度を上げている。こっちで会おう。窓をロックしたけど、解除コードは簡単。いや、わからんって。待って、全然わからんけど。え？大文字と小文字の区別を正確につけてね。バーで会おう、モモ。これはあれか、自動で入力してくれる感じか？じゃないと絶対無理やんね、あんな。手動で。入り口近くの窓のコードだよ。レッツゴー。それはさっきガシャンって閉められたとこ？か？どっから出たっけ？入り口近くの？これ？違うな。開けれんな。どこよ、窓。あ、これか。なるほど、なるほど。これがロックされている窓です。コードは、H だった気がします。エラー、キーが違います。おい。おっと、間違えました。もう一度やってみます。O だったか、0だったか、こうだったかな。お、入力成功。できました。モモがバーで待っています。行きますか。バーって一回行ったとこか。一回っていうか二回ぐらい行ったんかな。これで降りれるか？全然違う場所行ったりせんよね。とりあえず一番下まで降りて、バーに、あれや、バー。なんか落とした落とした。割れたー。めっちゃ割れたけど、ごめんね。いいよ。これですね。いいよ。どうも。やあ、ふわふわさん。見てよ、シグナルを受信して、あ、これがモモか。もうなんか、どれが誰なんだか全然わからんや、ロボットたち。シグナルを受信した？おお、大丈夫か？どうも、どうも。ああ、いつもそこにおった人ね。こんなとこにあったっけ、モニター。これ、ちゃんと動くか確かめてみるね。うん。めちゃ巨大なモニターやな。なに、顔。もう少しだ。こんにちは、聞こえますか？こんにちは。うん、聞こえるよ。スラムから発信してる。ここからの脱出方法を探してるんだけど。
どこの人と繋がっとんこれ。待って、もしかして、お、ズバルタイザー。あのノートのモモ、ピピピ、し、信じられない。ズバルタイザー、あなたの声が聞けるなんて。どこにいるの？みんなは無事？イエス、ピピピ、我々は無事、ピピピ、道を見つけました、ピピピ。外ってことか？外の世界？もしもし？まだ聞こえる？私たちの場所に来るには下水道を通らないと。ピピピ、とても危険。ピピピ、ザークがそこら中に。またあの敵おるん、めっちゃ嫌や。下水道？どうやって？もしもし？なんてこった。シグナルが途絶えてしまった。信じられない。ズバルタイザーが生きていた。彼も仲間も下水道を通ったのか？下水道はスラムで最も危険な場所。でも、ズバルタイザーができたならできるのかもしれない。ことは、下水道を抜けた先に、同じようなロボットたちがおるってこと？下水道を通ることなんてできないよ。ザークがうじゃうじゃいるんだから。すぐに食べられちゃうよ。特に君みたいなおちびさんは。てか雑食なんやね。ロボットたちも食べられんやろ？みんな、一か八かでトライしたけど、うまくいかなかった。とにかく危ないよ。君がすることに口出しはしないけど。めっちゃしおりやん。あれ、天気予報かな？曇り？雲のマークが。マスターかと思ったら違うんやね。むむ。シームス？彼のお父さんドックは偉大な科学者だった。さっきのがシームスって子？名前見てなかったや。ザークを倒すための武器を開発中だった。数年前、その武器のテストをするといい、街を出て行き、それ以来姿を見ていません。それ以来シームスも変わってしまった。ふん。まあ、お父さんがおらんくなったらね。シームスの言葉を信じちゃダメだ。昔の僕のように臆病者だから。ドックが武器を作ってくれたら、僕たちはアウトサイダーの仲間入りだ。ノートの中でドックは時々、シークレットラボについて書いている。彼はそこで作業をしていたに違いない。シームスのアパートにヒントがあるはずだ。一緒に来て。どこだどこだ今度は。あ、動けるっぽい。もう動けるっぽい。待って待って。あ、おった。あ、ごめん、待っとってくれた？優しいね。んで、どこに向かうの？ゆっくりついていくか。でもスピードの調整がちょっとむずいんだよね。めっちゃ蹴り寄るけど。超蹴ってるけど。あ、ペンキ掃除しよる。ごめんね。私が落としてしまったけん。あ、めっちゃ怒ってる。また店の軒先の掃除をする羽目になったよ。もういたずらはやめろ、悪ガキめ。あの人たちは多分ちゃんと作業をしてただけなんだよ。なんかめちゃくちゃ反省しとったし。私が驚かしたけん。ね。あれは、ホームレスかな？なにそれ？ダンベル？なんか持っていきようんやけど。ねえねえ、それなに？あ、ごめん。なに？つまずいてこけそうになった？ちょ、なんか壁が、メモリーがあるっぽい。RIP？ 人間さん。なに？どういうこと？この辺に最初に住み始めたのは人間でした。今は全員死んでしまったようですが、人間がおったんや。死ぬってどういう感覚なんでしょうね。私がこんな質問するなんておかしいですが、みんな今頃は平和な世界にいるのでしょうか。それは天国とかってこと？私も死んだら平和な世界に行けるのでしょうか。 AI の死がどういうものかわかりませんが。いやー、機械どうやろうね。心とか自分の意志とかがないような気がするけん、データが消えるだけなんじゃないかと思うけど。めっちゃ現実的な。ごめんなさい。嫌な雰囲気になってしまいましたね。先へ急ぎましょう。お、メモリーが解放された。ね、さっきのさ、ダンベルも取った子どこ行ったん？おらんくなった！こっちに行ったんかな？ちょ、迷子になれそうやけんやめとこっか。ね、迷いそう、一人になったら。ごめんね。え、何やってんの？シームス！お願い、ドアを開けて。
君のお父さんが僕たちを助けたがっていたのは知ってるよね。あ、さっきの人の家？全然開けてくれんやん。まあ予想はしてたけど、シームスにとっては辛い状況だから、もうアウトサイダーのことなんて聞きたくないんだと思う。彼にはもう頼れない。でも君ならいいアイデアがあるんだ。何？ん？また次はどこ行くんだ？え？何？え？不法侵入。戸を開けてくれんけんって不法侵入。ドックのノートを持ってシームスに見せてよ。なんでこんなとこに入り口があるって知っとん。こっそり忍び込みよったんやねん。たくさんの情報がショック療法になればいいのだけれど。ショック療法。おちびさん、シークレットラボを見つけて。僕はバーに戻って仲間にもう一度連絡してみるから。ふんふん。あ、この人や、この人。ん？この人会話できないのか。なんかめっちゃ、ごめんね。こけそうになりよるけど。じゃあ、入りまーす。どこだ？あ、おったおった。ここで何をしているの？言っただろう。下水道を通るのは自殺行為だって。そっとしておいてよ。ここで、ドックのノート。ドックっていうのが父親って言ったっけ？はい。これ何？待って。これパパの？そうそう。うわー、知らなかった。アパートに隠し部屋がある？どこに？もう見せるものないんよな。シークレットラボ。すぐ目の前。多分この辺のどこかにヒントがあるのかな。何？どうすればいいの？私。私は一体どうすればいいんすか？